韓国から指名手配されてます日本国民党の鈴木伸之です。今日は有門さんにですね、ゲストで来てもらいました。というのもね、実は6月18日本来でしたら、第3木曜日ですから、外国人問題を考える勉強会外弁会をね、やる時なんですけれども、7月いっぱいまでね日本橋公会堂使えないんですよ、そういうことでね、その日には今度は有門さんとね今有門さんが進めている朝鮮学校裁判足立区をね訴えてるんですね。有門さんどうもご紹介いただきました有門大輔です。ただいまご紹介ありました通り朝鮮学校のみならずですね外国人学校全般に対する、うん児童保護者に対する補助金というのが出てまして、学校に対してね、渡すのではなく、児童保護者という名目なんですけども、実際はですね、外国人学校への補助金と言っても過言ではない、そういったですね、公金支出が、自治体から行われている、足立区に限らず、葛飾区でも、東京23区、どこの区でも、しかもですね、所得制限をね、設けない形でやっていると。おかしいですよね、日本人の小学生が私立小学校に行って補助金もらえるかっつったら罰じゃないですか。そうですね。でも外国人の場合は全てもらえるんですね。そうですね。だからパチンコ屋の息子でも大げさな話もらえるわけですよね。例えば最近話題になりましたカルロス・ゴーンのね、ああいう富裕層の家庭の子供であっても、外国人であればその補助金が出るという納得いかない全くおかしな話だって、こういった違法ともいえるね補助金の支出、こういったことがですね全国で起きている、各自治体で起きている、まずはですね足立区からそれを正していこうということで、裁判訴訟に踏み切りました。住民最初にですね、住民監査請求というのを行いまして、はい、その段階では朝鮮学校ということでそれ限定して、監査請求をかけてみたんですけど、その却下を受けて住民訴訟というのを踏み切りました。これ住民訴訟を踏み切る条件にはですね監査請求というのをやらなければいけませんので、全段階的に監査請求を行って、そして、朝鮮学校のみならず、逆にね朝鮮学校だけというところちょっと差別的な扱いというような訴訟を受けられかねませんので、でもほとんどは予算、朝鮮学校ですね。朝鮮学校ですけどね、いずれ今中国系とかね韓国系とかそういったこともまだ出てきますので、朝鮮学校の問題が解決したとしてもですね、今度はチャイナ系とかそういったところに拡大していく恐れがありますので、なんとしてもですね今の段階では中心となる朝鮮学校、そしてそれに限らず外国人学校全般に対する補助金をストップさせようということで訴訟に踏み切りました。訴訟ね、どうなるかわかりませんけども、裁判というのは今武漢肺炎のおかげで、一応ストップですか。そうですね、4月の上旬にですね第2回口頭弁論が予定されていたんですけども、4月7日ですかね、ただ非常事態宣言が出された直後ということで、ちょっと裁判所の方から延期してほしいということで、原告被告双方が納得して、延期という形になって、でまだいつね再開するか未定なんですけど、近々再開されると思いますので、しっかりと戦っていきたいと思います。これ再開しましたらね、もちろん僕も記者会見応援に行きましたし、協力いただきました、裁判応援します。でまたこれ葛飾区にとっても隣のことなんで非常に重要なね、判決になってきます。でこのことを、6月18日木曜日、日本橋公会堂使えないんでね動画で、2人で、またより詳しく有門さんに僕がいろいろ聞きますから、そしてこの裁判の成り行きも含めてね、皆さんにお知らせして一緒に考えていきたいと思いますので、その際にはまたご視聴よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございました。